85.1. You're listening to FM Osaka. It's true. FM Osaka OK の皆さん、こんばんは。ドーベルマンインフィニティです。スエです。カズキです。今週の FM 大阪はスペシャルウィークということで、皆さん楽しんでますか？はい。6月9日にですね、僕たち、ニューシングル、このままをですね、リリース、します。はい。うん、でですね、これにちなんでですね、はいはい、このままであってほしいと思うこと、ものはありますかということです。あー、なるほど。カズキさんあれば。あ、なるほど。このまま、このまま、ツアーを無事完走したい。ああ、はい、ツアーを無事完走したい、はい、なるほど、はい、確かにね、このままね、あの状況が今分かんないですけど、なるほど、このまま今やれてるツアーを完走したいなと思います。間違いないですね、はい、でね、大阪にもね、僕ら行かせてもらいますからね、はい、無事、完走して、そうですね、そして、まあ、このままうまくいってほしいと、うん、はい、いうことでございました。お願いします。ありがとうございます。はい、それでは、聞いてください。ドーベルマンインフィニティで、このまま明日もこの時間に登場するので聞いてください。以上、ドーベルマンインフィニティでした。例えば主役が報われずに、FM 大阪沖の皆さん、こんばんは。ドーベルマンインフィニティです。スエです。カズキです。いよいよ明日9日にですね、リリースされます僕たちのニューシングル、このまま、はい、こちらに収録されてます、はいはいはい、2曲目がフーダキングという曲で、はい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 、これにちなんでですね、はい、自分がドーベルメンバーの中でキングだと思うようなものは何ですか、うん、ということなんですけど、昨日カズキ挙げてくれて、はい、僕挙げたいと思うんですけど、はい、僕はですね、マックキングですね。マックキングですよね、はあ、まあマック製品、ね、確かに確かに間違いないですね、はあ、詳しいですしね、 PC とかね、すぐ最新のものに変えたりとかね、 iPhone も変えたりし、はい、間違いないですね。 iPad ももう3台も変えたりとかね、はいはいはい、Apple Watch もしっかり持ってますし、うん、ということで、はい、まああといろいろね、なんかこう詳しいか、詳しいですね、それね、はい、マックに関してはキングじゃないかなって、ね、間違いないです、間違いないかなと思っております。はい、マックキングスタイルでした、はい、ということで、はい、それでは聞いてください。ドーベルマンインフィニティでフーザキング。ではまた明日。ゴーデンキングス、ゴーゴーデンキングス、ラフミュージック、85.1。 You're listening to FM Osaka. It's true. FM 大阪沖の皆さん、こんばんは。ドーベルマンインフィニティです。スエです。カズキです。さて、今日になりました、6月9日、はい、ドーベルマンインフィニティ11枚目のシングル、はい、このままリリースされました。ありがとうございます。ありがとうございます。スエさん、お誕生日ですね。おー、俺の誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、このままですけども、こちらはですね、なんとあの、はい、M フローの、はい、タクさんと作らせてもらったんですけども、うん、タクさんとは実際初めてじゃないね。そうですね、ディエランドという楽曲でもアルバムで、そうで、あのパーティーオンザエアも、パーティーインザエア、パーティーインザエア、はい、はい、パーティーインザエア間違っちゃったりしますけど、はいはい、なので3曲目ですかね。そうですね、はい、一緒にやらせていただいてですね、まあちょっとリモート、うん、今のこういうね、コロナ禍もあったリモートでの楽曲制作だったんですけども、うんうん、なんかね、このままのこう歌詞がいろいろ僕らも書き直したりとか、うん、納得いくまで書いてる時に、うん、はい、たくさんからもなんかもうちょっと、ね、助言をいただきましたね、最後いろいろいただいて、最後大きくね、みんなで通りました、いろいろ考え直して、うん、やっとこの今の皆さんが聴いていただけるこのままの正式の、はい、リリックが出来上がったという、はい、ちょっと秘話もありながら、そうですね、これここでしか話してないですから、はい、はい、なんでたくさんとはいろいろリモートで、うん、本当にね、細かく、こだわって作らさせてもらいました、はい、そうですね、このままぜひね、はい、皆さんに聴いてほしいですし、あの YouTube にはミュージックビデオも上がってますんで、うん、はい、ドーベルマンインフィニティとですね、あと登場人物、棒人間、棒人間、はい、こちらが主役ですね、はい、彼が主役なので、はい、彼がどのように、楽曲内で頑張っているのかを見ていただけたら嬉しく思います、うん、はい、それでは聴いてください。ドーベルマンインフィニティでこのまま、最終日の明日もぜひ聴いてください。例えば主役が報われずに、It's FM 大阪沖の皆さん、こんばんは。
ドーベルマンエフィリティです。末です。和樹です。本日最終日でございます。昨日リリースされたニューシングルこのまま、はい。こちらのですね、2曲目に収録されてますフーダキング、こちらもですねちょっとあの説明したいんですけど、はいはいはい。まあ、ちょっと今回ですね、B リーグの、はい、琉球ゴールデンキングス、はい、まあ、沖縄のチームに向けて今回フーダキングを作らせてもらったんですけども、はい。まあね、僕らも実際に行きましたよね。アリーナに行かせていただいて、もうあの B リーグ史上、はい、もう本当に NBA に一番近いコートで、うん、そして、ね、バスケットボール専用のアリーナということで、もう本当になんか海外にいるような、うん、雰囲気でですね、はい、もうこのコートでバスケットができる選手のもう本当に羨ましさ、うん、なるほどなるほど。あそこ沖縄の、あの沖縄市県民の皆さんがあそこでこうね、うん、ポップコーン片手に、そうですよね、ジュース片手にバスケットボールが見れるというね、はい、まああの羨ましさもありながら、はいはい、なんと僕ら、プレオープンでライブもやらせてもらって行きましたね。はい、なんでこのフーダキング、ちょっとまあ楽曲は聴いてもらったら分かるんですよね。そうですね。まあ、なのでこの今回バスケットボールにちょっと注目しすぎてますけども、はいはい、皆さんなんか常に自分がキングなんだぞ、うん、誰でもねえと、そういうことですね。そのなんか強い気持ちで、はい、あの日々生活していただけると、うん、なんかちょっとね、あの一歩二歩三歩、はい、誰も強い一歩を踏み出せるんじゃないかなと思いますんで、はいはい、ぜひこちらの曲を聴いてですね強くなってください。はい、それでは聴いてください。ドーベルマンインフィニティでフーザキング。大阪の皆さんにホールツアーなどでお会いできることも楽しみにしますので、皆さん大阪でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。以上ドーベルマンインフィニティでした。